ゲラルドス・メルカトルによるペルミア含む北ロシアの地図。大ペルミは中世にあったコミニンの国で、現在のロシア連邦ペルミ地方にあって、首都はチェルディニであったと言われている。大ペルミ公国という名前の語源は不明である。ペルミの町は近代にペルミアの地名から付けられたのだが、チェルディニはそれとは別にオーペルミとして呼ばれていた。チェルディニは 商業中心地の町となっていたので、ペルミというのは現地の言葉で単に商人、または市場を意味するのだという説もあるが、異論もある。同じ名前はノース人の佐賀に見られるビアルマランドという地名にも反映されているようである。大ペルミ公国のおよその領域は中世。アラブ民族史ではウィースーとして知られていて、アフマドイブンファドラーン、アルガル、ザカリーヤーカズー、 イーニー、ヤークートアルイコールハマウィーの言及がある。この語の由来はおそらく、ラドガ湖周辺とスホナ川上流に居住していた、ベップス人であると見られている。この広告が位置していたのは鎌川上流地域で、近隣のビチェグダ川のペルミと密接に繋がりを保っていた。両ペルミ国家は9から10世紀より、ノブゴロド共和国に奉納していた。ビチェグダ川のペルミは、 モスクワの征服以前の14世紀ペルミのステファンによりキリスト教家された。1451年にペルミクゲはモスクワ公国の属国としてブイムスキー公とベリコペルミスキー公の2つの称号と共に両地域の支配を手に入れた。実際のところビチェグダガーのペルミの改修の直後でも大ペルミはモスクワ、ノブゴロド、火山半国の間で独立を謳歌していた。 最終的に1472年にビムスキー公たち、含むモスクワの所属国の軍がダイペルミを征服し、彼らの兄弟であるミハイル・ベリコペルムスキー公は捕らえられた。しかし間もなく解放され、モスクワから戻ってきて、知事として彼の領地を修正を収め続けた。結局、彼の息子、マトベイが1505年に、モスクワ公国によって免職させられた。 18世紀初頭まで、大ペルミという名は、ストロガノフ家の支配域南部であるウエカマ地域の公的な地名として用いられた。このペルミという地名は、19世紀に地理学者、サーロデリック・マーチソンがこの地で広範な研究を行い、地質年代のペルム期に名付けられている。ありがとうございます。